戦鎚の巨人が現れた時に感じた違和感だ。こいつは足元から体ができていった。うなじからではなく、ステージ中央の地面からだ。戦鎚の本体は食われる。この瞬間を待っていた。始祖を奪還する。エレン、なんだ、髪切れ、今のこいつか、まさかアッカム。ここはまずい。バカだ、俺は巨人だぞ。人間の姿のまま俺を殺す気か。これがパラディ島の悪魔。